調子いいんですか。あ、すいません、また突然しゃべり出して。アイスボーンをやってます。もうはい、見せ場ないまま終わると思います。なんか今 Google で調べたんですけど、出現率がどうも低いみたいなんで、それと僕の技術が下手すぎてモンスターを倒せない。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。ああ、守備は特艦ですか。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら、手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。うん、どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。どんなもんか。作戦開始。こいつ倒さねえ。大砲とバリスタでマグダラウスを攻撃。体力を減らせ。負傷した者は後方のキャンプで体勢を整えろ。
マグダラオスの工作に取り掛かるぞ。各自単発式高速弾を用意。登れ。単発式高速弾は障壁の上だ。用意できた。バリスタで撃て。うちに攻撃するぞ。体力を減らせ。次の作戦に移行する。ハンターたちに次ぐ翼竜を使い地球マグダラオスの背に移動しろ。みんな行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急げ。了解。乗り込むっすよ。ここからが正念場。相棒頑張ってください。それってなんだ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。
方教えてくれ。行くぞ。マグダラオスの背に到着。指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き、体力を減らすぞ。相棒、吹き出すマグマに気をつけてください。排熱機関を発見。攻撃してください。
機関がまだ存在しています。攻撃してください。まだ存在しています。攻撃してください。排熱機関がまだ存在しています。攻撃してください。まだ存在しています。攻撃してください。排熱機関がまだ存在しています。攻撃してください。
熱機関がまだ存在しています。攻撃してください。まだ存在しています。攻撃してください。
官がまだ存在しています。攻撃してください。
れやれ、どっちかな。何が正解やったん？一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。それでは状況を整理しよう。各担当報告。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により動向不明、行方知れずです。ですが向こう側で痕跡を探し直すことができれば再追跡の希望はあります。これについては調査班から朗報がある。奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告です。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかた使い果たしてしまいました。もし再びゾラ・マグダラオスを発見できたとしても、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのままでは不可能です。うん、総司令どうします？よし、ギルドに船を出そう。船ですかい？大丈夫なんですか？今は海も空も。どのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに意思を示す必要がある。その上で彼らの判断を待とう。船長、やってくれるな？任せてくれ。毎日荒海を見続けたのはこの日のためだ。大峡谷に亀裂ができたことは、文字通り活路が開けたと言えるだろう。よし、これよりハンターたちは大峡谷に向かえ。亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。もしや
船の中で迷子になる。広すぎるね。お待ちしてました。
こいつだよ、ね。